リオダン、キイチ、マツコ、ルイ、あ、こっちは、こっちは。今、深夜の2時です。2時間ぐらい進んでね、考えるリオダン、午前に行きました。ちょありがとうございます。ありがとうございます。どんな道のりでしたか。もうこんな山あり谷あり、いい時はブーンって行くんだよ。行かない時どんな。ようやく5000人行きましたということで、はい、湯原初の質問コーナーやっていきたいと思います。はい、質問コーナー何件ぐらい来たと思いますか。250。インスタで募集したんです。期間は1日24時間。24時間、24時間800人に向けて募集しましたと、うん、250。ちょっと訂正するわ250。訂正して250。さっきのは250。さっきのは250。今のは250。今のも250。今のもじゃない、今のは250。まあ抜粋して、うん、はい、なんと20問ちょっと。おお、44、43。当たったわ。初の質問コーナー、はい、やっていきましょう。よいっす。早速ですね、もうどんどん行きましょう。はい、行きましょう。お、ついにやるんですね。質問じゃないですけど、また一緒にバドしたいです。やりましょう。また一緒にバドしたいです。はい、やりましょう。ありがとうございます。でもこういうの嬉しいね。そうだ、まただから。前にやったことある。はい、2万目、ヘアピンお願いします。ここでヘアピンお願いします。ヘアピンお願いします。おバズり申し上げます。いきましょう。ネット前上手くなる方法。ネット前上手い人の見る。ひたすら練習する。タッチを速くする。次いきます。はい、 YDK さん使ってるラケット押さえください。ここに行きます。ここにいる。持ってる3本のロケット全部ドネックスのデュオラテン。カットはエアロバイト。ネットスレスレにカット落とす方法。ああ、うまい人が見る。白帯を狙う。ふんわりと浮かせない。マツコさんダブル向いてませんか。ダブル向いてませんか。俺でもシングルスなんだよね。あれを見る限り全く向いてないでも。まあでも人間これからなんで。まず体重落とすとこうかな。5000人おめでとう。バドミントン以外好きなスポーツはある。ああ、縄跳び。スノボー。マリンスポーツ。ダイビングとか。ダイビング資格持ってるから。あ、そうだそうだ、学校で取ったっけ。そう、学校で取って。と、けん玉。世界大会もあるからね。世界大会出場した。世界大会出場してない。ドロップとスマッシュの見分け方お願いします。見分け方、相手が打つ瞬間。シャトルを見ることじゃない。これはね、相手のラケットを見てる。体を見ちゃうと、体で使うフェイントで、まあ、スマッシュ打とうとしてドロップとか。ただ最初から相手のラケットからしかシャトル出ないんだったら、ラケットの興味、うん、一言でまとめといて。あーっとスマッシュを早くしたいです。腹筋を鍛える。体を回す。落ちる瞬間に打つ。体重を乗せるような。体重バックスマッシュの打ち方。バックスマッシュの打ち方。肘を下げない。打たなくていい。握り込みだけ意識すれば。怖くない。そう、握り込みだけね。家に来る予定はありますか。もし来るならバドミントン主演したいです。あー、ぜひね。ぜひね、来る予定はない。行けたら行く。行きます。どこの県でも行きたいよね。行きたい、うん、沖縄行きたいもん。三重にしよう、そこは。そこは三重にしよう。アメリカ行きたいもん。俺も韓国行きたいもん。ポッポッポッって行きたい。北海道行きたい。行く予定はない。北から南まで全部制覇。行きます。このタイミングでコスプレして。コスプレ？キッチさんとバドミントンする方法。うん。あったら声かけして。インスタン DM。DM 受け付けてます。味噌汁が好きですか？大好き。豚汁が好き。毎朝飲む。何味噌汁が好き？長ネギ。あ、わかるわ。ネギもわかめも豆腐も好きなの。サバ味噌が好き。変身。ふみくんが好きです。ありがとうございます。キリな告白。でもさすがに譲れないよ。あ、そういうこと。俺よ。好きなのしょうがない。サランヘ。サランヘ怖いよ。モルゲ好きなバドミントンメーカーはヨネックス。
イオネックス。イオネックス。いくら稼いでますか？てん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 。MK バドチャンネル見てください。ああ。4000時間が楽だもんね。クリアはね。俺らでさ、8000時間だよ。龍二段。龍二段。龍に羽に段。龍二段。里見に段。龍二段。ちょっと、読み方違ったらすいません。は、チャンネル。え？嘘だろ。嘘だろ。いや、でも書いてあるか。チャンネル登録者数。龍二段さん、2800名。マジ？いや、嘘だろ。嘘だろ。だとしたら夢あることになるよ。めちゃくちゃ夢。リュウダンさん、チャンネル登録者2800名。だから、オクラの望み、バイ、リュウダンとかにした方が、我らが桃田健と、言うか。うん。試しましょう。はい。リュウダン。リュウダンの FC、始めてください。めちゃくちゃ話題になってるんで、見てください。めちゃくちゃ友達に言われた。なんか、流れたらしくて、そのおすすめとかに結構流れたらしくて、連絡来た。友達から。おすすめのラケット。俺なんだろう。好きだったラケットでもいいのか。アークセーバー G スラッシュ黄色いやつ、メンチーズやつ、メンチーズやつ。俺今ねあれ使ってる。アパックス。アパックス結構おすすめじゃない？アパックスおすすめかも。安いし、安いし性能いいんでしょ。最近なんかね公式大会でも使えるやつ。ナノスピード8000。ああ名刀ですわ。もうやばいよね。マジで紙ラケットだし、今あるんだったら今も使う。名前も変わったしね。ナノスピード、ナノレーナノフレア後継機。あの小学生の子に親が1万円を超えるラケットを買うわけじゃないですか。うん、よくよく考えたらとんだスポーツだなって。ガッと切れたらガッと買えてかかるし、うん、2つ欲しいななんてね。1万人いったら全員にあげるとかね。全員でも1万人でやるっていうのもいいんじゃない。1万人でプレゼント企画、うん、やるか。 T シャツでフミのサインいいね。いる？出るでしょ。このフミ好きです。その人限定や。コンタクトはね、肘を下げない。体をひねる。体の相手側のコート側で打つ。有名人の友達といえば、これだ、言える？有名人の友達か。おう。ピー。すげえ。私ダブルス本番になるとショートサーブ空振ったり浮いたりネットしたりしちゃうんです。一回落ち着く。やっぱよく見て打つ。体の力を抜く。サーブ超緊張するよね。ショートサーブ空振るってでも相当緊張してるよね。震えてる。ラケット震えすぎてる。あの知らない人とやるのに慣れてないとやっぱ緊張しちゃうんだよ。知らない。だからいろんな人とやることが大切なんじゃない。確かに。うん、ソフトテニスの感覚が抜けない高校1年生のバド部です。感覚を抜く。ひたすらバドミントンの感覚を身につける。見てないからね。ソフトテニスの癖が何なのかをまず確認する。別物としてやるしかないかもしれない。確かにソフトテニスをやってるからバドミントンみたいな感覚はやめた方がいいかも。確かに似てるけどゼロから。うん、でもダンスポーツもそうだもんね。そうだね。うん、ボクシングとキックボクシング別の競技っていうぐらい。そうだね。1円と100円似てるけど違うもん。うん、カットがうまくいきません。コツを教えてください。シャトルを切るイメージ。カットの前にドロップをポンとうまくする。力を逆に抜きすぎない。しっかり踏み抜くことか。頑張ろう。次の質問いきます。はい。あ、これ最後かも。嫌いなバドミントン YouTuber いますか。嫌いか。松潤。もう松潤。たった30分前に始めましだったけど松潤。めっちゃ言うやん。いない適当でいい。グッチャンネル。喧嘩しようもこれで。大空もう一回行ってきます。大空も入れとく。大空。あ、違う、なんだっけあれだ。大空キャンパニー。この質問がいい。はい、というわけで終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。初めての質問コーナーになりまして。深いのも浅いのも。深いのも浅いのも、中くらいのも浅瀬も、深さも。山も谷も。次回1万人時にプレゼント企画と、またこういうのできればいい。なんかもっと来そうじゃない？面白いの。そうね。好きな人とかね。
いや、これ何で好きなバドミントン YouTuber にしてほしいわ。確かに一発目で嫌いな YouTuber やばい。以上でございますが、次は1万人を目指していきましょう。はい、はい、1万人いけるかな。まあでもこうやって登録してくれてる5000人の人もいるわけでしょ。うん、これがまずありがたいから、動画出して楽しんでもらって、気づいたら1万人いって、それに対して感謝をしていこう。動画もね、どんどんコメントとかね、たくさんしてほしいよ。あとフミのファンがちょっとあんま増えすぎないように頑張んないと。増えたらファンクラブ作ろうじゃん。デバイスで言う一人だけポポポ出してる人みたいな。歌独占し始めた。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、じゃあね。